吉田さん、湯川秀樹さんですか、じゃあ、その上をいくために安倍晋三元総理を引き合いに出そうと思います。安倍総理は数々の名言を残してますけども、例えばこんな言葉はどうでしょうか。自自分分の国は自分で守り抜く。まあ、そういうふうに努めぬ国と共に戦っている国はないということなんですよね。これをビジネスに置き換えると、自分の売り上げは自分で稼ぐ。 まあそういうふうな気持ちがない人と組む人ってのはいないってことなんですよ。あの人と組んだら儲かるかもしれない。あの人と一緒にいたらアクセスが集まるかもしれない。というふうに、小判ざめ小判ざめで求めてくる人、ください、調整お願いしますみたいなね。いわゆるくれくれ成人と一緒に組みたい人ってのはあんまりいないっていことなんですよ。だから、ジョイントするにしてもね、別に契約っていらないんですよ。何がしたの契約ってのはね。やっぱジョイントすると、すると、 あの相手がまたね自分と組みたいと思っていただけるようなパフォーマンスを出していくそして自分のやりは自分で作っていくっていう気持ちの人と2人3人4人と重なるとそれ以上の結果が出るんじゃないかなと思いますし仮に結果が出なくてもそういう意思で集まったという信頼は壊れないと思うんですよ実際にかかった経費どういうふうに割り振りますとか出た売上どういうふうに分配しましょうかっていうのはまあ普通の人のレベルで自分で稼げる人っていうのはそういう約束は別にいりません。 仮に何ももらえなくても経費だけ追っかぶせられてもそれを元に自分の売り上げを作って自分の利益にするまあそういうふうなく積み重ねでああの人と組みたいって思っていただけるような自分になるんじゃないかなと思いますよねなんか自分が行き詰まったり売り上げがなくなったりした時にちょっとジョイントしませんかっていうのはうんまあまだまだだってことですよねダメとは言いませんそういう時期が誰しもありますんででもそれが自分の売り上げはないってことなんですよね 一人で稼ぐっていうのは、まあ、そういうことにはないんじゃないかなと思います。まあ、安倍晋三総理の言ったね、自分の国は地獄の努力で守ることが基本だ。防衛に努める国と共に戦う国はない。まさにその通りですよ。うん、いざとなったらアメリカが戦ってくれる日本人の代わりにそんなことはないですよ。日本人が真っ先に戦場に赴くから、その後ろから支援してくれる国があるんじゃないかなと思いますね。はい、ビジネスも同じです。いってらっしゃい。